探しましたよ。見にくい。え？以前訪れた湖は穏やかでした。そこで俳句を読みましたわ。心を無にし、ありのままに感じたことを限られた字数の中で表現する私の故郷の文化ですが、今は怒りの感情しかありません。前は穏やかに感じた水面には、今は故郷への憎悪が映っています。私の故郷はもはや人の里ではありません。鬼の救う里となってしまいました。さやねさん。そして怨恨と絶望に満ちた私の顔が水面にあります。醜い。私は故郷と決別しました。慣れ親しんだ土地を離れたこと、後悔はありません。ですが人は脆い。今度のことで痛感いたしました。人の心はとても脆く、いとも簡単に砕けてしまう。どれほど闇の脅威にさらされようとも、私たち山岳の民は屈しない。それは私の皆の誇りでした。そのはずだったのに、その誇りと矜持を捨て、我が身かわいさに。あれほど気高く輝いていた人々が、こうも簡単に落ちぶれてしまうと。私は士族が憎い。そして私の大好きな人々を貶めた闇が憎い。テトラちゃんに罵倒されることはあっても、感謝される言われなど私にはなかったのですが。それは未然に防げました。テトラもあなたを恨んでなどいません。だからです、正直ほっとしました。そして気づきました。私はオサを罵倒しました。しかし今思えば、それは私だけが追及を逃れるための詭弁ではないかと。私はそんな自分を嫌悪しています。サヤネはやはり士族とオサと同じだったのですから。この臓腑の奥底で煮えたぎる苦い黒金のような感情、どうやってこの感情を整理すればよいのか。つらい。これは私の甘さですか。ジークさん、わかりません。私はどうすればよいのか。気持ちは分かるつもりです。俺の使命はこの大陸を闇の軍勢の脅威から守ることです。ただそのためには戦わなければなりません。そう、俺の力を最大限に発揮させなければならない場所は戦場です。そうして敵の戦力を無力化、あるいは弱体化させるのが俺たちの役目なんです。俺の知る限りではありますが、死者が出ずに終わった戦いなどありません。誰かが死ぬということは、その誰かにつながる他の誰かが悲しむということです。恨みや憎しみの生まれない戦争などないでしょう。敵を倒すのが俺の役目ですから、俺は恨みを買う側の人間というわけです。戦う者は倒した相手だけではなく、そこに連なる人全ての恨みや憎しみを背負わなければなりません。はい。覚悟を持っていくしかない。戦いとはそういうものです。あなたの故郷の方は
その覚悟が足りなかったのです。俺は、あなたはその覚悟をしっかり背負える人だと思います。だから、今を乗り越えてください。辛いですね、我々。